皆さんこんにちは。今回は背景を作成する際に使用したミアのチュートリアルになります。渦を作って、その後 CC グラスで質感を加えてカフェオレみたいな表現を作っています。ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。それでは本日もよろしくお願いします。では参りましょう。まずコンポジションから新規コンポジションを作成してミアのコンポジションを作ります。15秒でフル HD のコンポジションを作りました。ミアを適用してジオメトリーからサイズを変更し、サイズの X と Y の値を2500と900にしておきます。バーティシーズの X、こちらの値とバーティシーズの Y の値を増やすことで、このように波のような表現を加えることができます。フラクタルを調整することで、その波の揺らぎを調整することができます。アンプリチュードを上げるとこのような感じになりますが、レイヤーを使用してそのアンプリチュードの値の変更が可能なので、このようにミア AMP というコンポを作って、それにマスク素材アンプリチュードレイヤーの作成をしていきます。これ本当に、いろんな模様によってミアのデザインが変わっていくので、かなり面白い機能だと思います。今回はブラック平面に、フラクタルノイズを適用して、トランスフォームの縦横比を固定のチェックを外し、スケールの幅こちらを伸ばして効果線のような表現をしています。スケールの高さとスケール幅がそれぞれずらせるようになったので、このようにしています。乱気流のオフセットをですね、ちなみにエフェクトの部分をダブルクリックすると下のタイムラインに表示されますので、やってみてください。乱気流のオフセットなんですけど、左から右に動く流れですね。こちらの流れを作りたいんですが、ループするというかずっと続くようにしたいので、今ループアウトサイクルを選択してテキストを少し変更して、ループアウトタイプオフセットにすることで、このようにずっとキーフレームがないところでも動き続けるような感じになります。なのでそのキーフレームの位置を変更することで全体の速度もコントロールできるので、かなり便利なエクスプレッションだと思います。VC カラーバイブランスは黒のマットを抜くために使用しています。バイブランスをゼロにすると元々の色のまま、黒のマットが抜けるので、よく使っています。平面を作成してマスクというレイヤー面をつけて、ちょっとマスクを作りたいと思います。なんでこんな感じの変なアルファにしているのかというところなんですけど、このアンプリチュードレイヤーの枠が、さっき言ってた、さっき最初に調整したミアのサイズ X、サイズ Y の値と一緒になるので、この状態だとミアの右側がアルファで抜かれてて表示されないような絵になる予定です。なので、左側だけこのように反映させることで、渦の演出をする際にも後々効いてきます。さっきのミアアンプを読み込んで、マテリアルとフラクタル、まずはアンプリチュードレイヤーに適用させると、このように左側だけが先ほどの効果線に合わせて揺らぎを
追加されています。このように値を調整してバランス取りつつ、先ほどのテクスチャーの項目、テクスチャーレイヤーを変更すると、右側の抜かれている部分は完全に透明になっていると思います。このままスパイラルの値を調整して渦の一辺を作っています。そしてエボリューション、こちらを使用することでミアにアニメーションをつけることができます。フラクタルノイズでいうところの展開と同じ機能なので、エボリューションにもタイムプラス50というエクスプレッションをかけて毎フレームずつ数値が変動するようにしています。さらにオフセット X にも同様のエクスプレッションを追加しています。スクロール Y に関しては奥に行くような印象にならなかったので、ここではこちらのスクロール Y に対してはエクスプレッションをつけないで放っておきます。さらに OCT スケール、 OCT マルチみたいなところはオクターブの略だと思うんですけれども、こちらの数値を変更することで、その先ほどの並々の幅であったりとか高さといったものを調整することができます。現在ミアがそれぞれの面が重なり合いすぎてて白く飛んでしまっているので、カラーを調整して薄くしてディテール感を表現しています。それでは、渦の一辺といいますか一ラインができたので、これを複製していきたいと思います。上の方の項目でリピーターのインスタンスの値を4にします。すると今のミアが4つ複製されたことになります。 Rrotate Z、 こちらを調整して全体的にぐるっと回るようにしてみます。 Rtranslate Z、 こちらも調整しつつ奥行きをつけています。このように一辺を作って、複製することで、ブラックホールのような渦を描く演出が可能になります。ここの項目で、複雑度を変更することも可能です。2とか1とかにすると、このように揺らぎの少ない、直線的な絵になっていきます。逆に上げると複雑なビジュアルになっていきます。だいたい3ぐらいですかね、今回は3ぐらいでプレビューしてみています。全体的に渦が奥に入っていくようなメインのラインを生かしつつ、多少の揺らぎを追加したいと思っています。ミアは結構レンダリングも早くて優秀なのでよく使います。だいぶなかなか魔界な感じの渦になってきてますね。いい感じですね。なるほど。一回この辺りで中心部分が逆転するんですけど、この辺はまた後々調整していきたいと思います。ミアをプリコンしたいので選択してドラッグ&ドロップして02のコンポを作ります。こうするとプリコンできるので結構使えます。プリコンしたものに対して CC グラスを適用させて、先ほどの液体的な表現を加えていきます。絵的にはあんまり変わらないと思うんですけど、バンプマップを一応ミアに合わせておきます。そうですね。でソフトネス、こちらを調整して、あんまり
くどくなりすぎないように意識してみます。これもプラス軸に値を持っていきますし、逆にマイナス軸にも値を持っていくことができます。ライトの項目ではこのようにライトハイトを調整することによって、光源を変えたりすることもできます。シェーディング、こちらを調整することで、色をつけたり逆に、色を落としたりすることも可能です。カラー補正からトーンカーブを追加しました。値を上げたり下げたりして渦のシルエットを確認しています。あんまりベタっとなりすぎてもいい絵にはならないので、ミラーのコンポを選択して色相彩度を適用させます。マスターの明度、こちらを下げて少しディティール感を追加しています。さらにベクターブラーを追加してより液体的な表現を加えています。先ほどの調整レイヤーを一つ複製してソフトライトで上からハイライトを追加しようとしています。ですがちょっと CC グラスとトーンカーブでは、まあ、そのまま被ってしまうので、ちょっと CC グラスではなく別のスタイライズから CC プラスチック、こちらを選択してこちらで適用させてみます。ソフトネスの値を下げて、より小さな細やかなハイライトを追加しようとしています。結構液体っぽくなってきたのかなと思います。このアンビエントをゼロにするとハイライトだけ残るので、上から合成する際などにはよく使用します。このようにシェーディングの値をどんどん下げていくとどんどん暗くなっていくので、上から重ねる際にはよく使う方法です。若干ではありますけれども、ハイライトのディティール感が追加されたのではないかなと思います。このコンポをコンポジションアイコンにドラッグ&ドロップして、プリコンする形にして、こちらを最終書き出し用のファイナルという名前にしておきます。こちらを最終コンポとして作成していきます。下に平面を敷いて、こちらを背景の下地にしたいので、エフェクトからグラデーションを選択、放射状にして中心部分を暗くするように変更しています。グラデーションの開始位置等を調整して、黒い部分、今グラデーションで黒くなっている部分を今回のピンクのやつに合わせるような感じで少し紫の色に一旦しています。ミラーのコンポを一つ複製して180度回転させています。少しタイムラインでずらしています。あまり規則的に動きすぎると良くないので、下のミラーにブラをかけて、違いを作っておきます。新規で調整レイヤーを作成して、エフェクトから先ほどと同じようにスタイライズCC グラスを適用します。で、一旦一つ目のレイヤーの方をバンプマップとしています。ですが実際は、まあ、このミラーの方両方もう一度プリコンしてかけていくのもいいのかなと思ったりしていますが、まず一旦このように進めてみます。ソフトネスを下げるとかなりこのようにディティール感のある液体表現が可能になっています。
ライトカラーを調整することで全体的な色味も変更することができます。少し暖色系の色を混ぜてみます。あまり明るくしすぎても良くないので、後々色を調整していくので一旦ほどほどにしておきます。調整レイヤーを一つ作成して、ブラをかけてみます。 CC グラスがその上に乗っているので、こうブラをかけるだけでも液体の表現が変わっていく感じがします。さらに一つ調整レイヤーを上に重ねて、トーンカーブで持ち上げています。赤を上げて緑を下げて青を下げる、このような感じでちょっとコーヒーのような色味に変更しています。さらにルミトリカラーを使用して、画面の縁に対して白くぼかすような表現を加えています。こちらの調整レイヤーを一つ作成して、ボックスブラをかけて、少し全体の色を強くしたいのでモードからソフトライトに変更します。するとこのような感じでちょっとコントラストのついた絵になっていったかなと思います。強すぎるので不透明度を少し下げて、だいたい色味としてはこんな感じかなと思います。一旦リネームをして分かりやすくしておきます。このブラーなんですけど、ちょっと真ん中をぼかすのに使おうかなと思います。マスクを使ってその中心部だけ、こちらのブラーが適用されるように変更しています。最後に微調整を行います。今の現状の渦の感じだと、ちょっと外側の印象が同じ内側の印象と同じだったので、もう少し、広がっていくところから中心に向かって、集まっていくような感じにしたいので、カメラの位置を調整します。ミアは 3D のカメラにも対応しておりますので、カメラの位置を変更することで、ミアのビジュアルも変更することができます。位置とズームを変更することで、ちょっと魚眼のような絵にしたいと思っています。手前の方がより強調されるような感じにしたいと思っています。だいたいこんな感じかなと思います。コンポジションを最終コンポに戻して確認してみます。いい感じになってきたのではないかなと思います。外側から内側に入っていくような感じですね。ちょっと今更なんですが、先ほどのミアをプリコンしてみます。これで少しディストーション感が変わってくるのかなと思いますが、薄くなったかなと思います。全体的な凹凸感が、ミアのコンポに入ってちょっと外側のミアを若干もう少しぼかしたいので、一つマスクの方をちょっと作らせてもらって、境界線をぼかして、外側はかなり薄いような印象に変更しています。だいたい色的にはこんな感じかなと思います。ミアコンポのカメラを Z 軸に回転させています。
歩することで渦の中に入っていくような表現ができたのかなと思います。以上で、ミアの方のご紹介を終わります。次回はこちらの背景もテキストの方もゼロから最後までやります。ぜひぜひ、ご覧になってください。また何かわからないとか不明点がございましたらお気軽にご連絡いただければありがたいです。それではお疲れ様でした。